おはようございます。ティレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。いやー、あのレジェンドクエストやつすごかったっすねこれ実況自体はね、レジェンドクエストのあの全攻略、ね、全攻略生放送の後、1日2日後に撮ってますね。はい、意外とやってましたよ、もうまたしばらくいいかなって言ったんだけどねちょっと余韻があるんで、ちょっとそれを方をやりたくない今日撮ってますね。すごかったね。いや、まあ個人的にはね、12時間以内に終わったのが一番まあ良かったなって思う部分あるけど、うん、まあ10時間切ったり、ね、ちょっとした心残りを言うんであればね、まあ僕の好きなね、あのさ、あれドラキーとか使ってあげたいですね。使わなかったんですけどね本日のパーティーは、プロトキラー、ハグルメタル、デンタザウルスでございます。このパーティーですね、24時間じゃねえわ、24時間そんなやってないさあ、というわけでですね、10時間やってきたんで、レジェンドクエストの生放送においてですね、まあ、レジェンドクエストの全攻略生放送において、まあ、かなりの活躍をしたパーティーですね。まあ、見た方は見た方で、そのね、強さはもう大魔王戦でかなり振るったと思うんですけど、これね、チームの、ね、紹介動画を上げたいと思います。こちらに関してはですね、まあ、結構昔に投げた鉄壁パーティーのまあ応用という形になります。マスターダブルスキャンで全ての耐性が上がるマスターダブルスキャン、ドラゴンオーブという優秀なやつがあるんですけど、これはね、一品物でして、 DLC 2期はそれがなかったんですよ、他の同じカードが。で、DLC のゴールデントーテムというカードがありまして、それがね、マスターダブルスキャンドラゴンオーブと同じ効果、全攻撃の 20% 減ということで、ね、なんだこれはこのようにね、意味のわからないような経験率を発揮します。あ、ウルトラフォースも余裕です。見とってくださいよ。はい、ウルトラフォースも。あ、こんなんですよ。6と27。で、もう一体悩んだんですよ。ナイトリッチにするか、ナイトリッチにして、なんか似たように耐久をヒルスキャンをするか。ね、はぐれメタルで逃げるという手があって、あともう一つには。今回はそっちを採用しました。まあその結果ね、大成功したって形になりますね。はい。ナイトリッチでね、安定した打点と HP を確保する。ね。か、はぐれメタルで、絶対に逃げる。だから、2体はいいんですけど、もう1体に悩むんですよ。この場合、ダースドラゴン入れるのもありだったんだけど。でも、ダースドラゴンはそんな硬くはならないわけですよ。硬いんだけどね。うん、いや、硬いんだけど。で、そうすると、はぐれメタルを採用するっていうね、ほぼほぼ確定先生ですからね、はぐれメタルなんざ。称号を使えば。というわけでね、このチームね、もう硬さが今ね、恐ろしいことだもん、もうこんなもんないこれ。ステータスを上げるより、軽減論なんですけど、ステータスを上げるより、軽減パーセントを上げた方が明らかに軽減できるのは確かです。身の守りをバカみたいに上げるよりは、打撃耐性を上げる方が、明らかに効果的ですね。はい。身の守り高くてもね、打撃に弱いね、ゴールデンゴーレムとかいますからね、なんだかんだでね。はい。ゴールデンゴーレム何でもね、大事しますよ、僕は。ゴールデンゴーレムいなかったからね、なんだったら、レジェンドクエスト使わなかったからね。使ってやれよと。そう。そろそろクリアだな、思ったけど、カラッペは呪いに弱いです。火力に関してはどうしても足らない面はありますね。やってて思ったんですけど。まあ、今回はカマッチがガンガン引き寄せてくれるからいいんですけど。はい、終わり。普通のね、バトルでも結構かかりますよ。このパーティー。まあ、今回はね、まあちょっと緩くやりましょう。このパーティーの硬さに酔いしれながらね。ライダースペシャル。どっかの酒、言うな、お前。酒言ったらガーガー。酒飲んだら瞬殺されるか。そうだな。あれは間違いないな。というわけでね、まあ、はぐれメタルが確定に逃げる。もう一つ考えてたのが、その耐久論で。今回、耐久でめちゃくちゃ硬いじゃないですか。もう一つ考えてたのは、おはぎでした。実は。ただ、おはぎは、大目玉がマジで自己要因を起こします。どう頑張ってもね、素早さがね、200超えないんですよ。190ぐらいですよ。で、魔王の中にはね、素早さが92とか100いってるやつがいるんで、そこに勝ち合ってしまう可能性が高かったんですよ。だから、おはぎはやめました。HP も低いし、なんだったら勇気が溜まりづらいですね。はい。このパーティーは2人が一応攻撃役にはなるんですよ。まあ、曲がりなりにもね。はい。まあ、それができないんですよね。おはぎは。
デインしかないし、デインの火力も、まあ、デインの火力はまああるとしても、あ、昼切り全然大丈夫だよ。はい、ダーン32と36。まあまあ食らわんすわ、まあ食らわないわけですよ。はい、まあ大魔王攻略ではそれはもうこの、その強いわな、こんなの29、33。まあ好きにしてくれみたいな。本来はですね、まあ、今回生放送では使えなかったんですけど、おしゃれ着バウムレンの鈴とかつけて HP をねベラボーに300上げたりとか、キングの冠でねさらに HP を底上げするとかね、 HP を上げるおしゃれ着をするとかなり相性がいい、チームにはなると思います。対人でもいけるんじゃないかなと思うんですよね。ただ問題は、なんでお前会心出してるの、ただ問題はそううまくはいかないですけどね、うん、今回なんか呪文来てないですけど、まあ基本的に全ての攻撃は大丈夫ですけど、まあ耐久パーティーなんで、生地こっちは火力決定打にかけるんで判定負けするとか、 HP が高い相手にそういうのは普通にあり得ます。勝った何これ、勝った何これ、必殺技が本当に76と88。まあ一番の欠点ははぐれメタルが逃げないことですかね。はぐれメタルが逃げないとことと、一つもう一つありました、このターンですね。スティーカードを使ったターンは、行動指定できない。何が言いたいのかと言いますと、魔王戦においての自己要因、デンタダルスとね、プロトキラーが B 技を選んでしまうこと。まあ、はぐられたら決めてくればいいんですよ。はい。行くぞ、ぶっ飛べて、ドトゥーの攻撃、ガトウィングアタック、イェーイ。だから SP は怖い。お、いいねー、魔王戦だ。いいね、魔王戦だね。ここでね、なんかエルギーとか出てもね、勝てそうな気がする。こういったら勝てんじゃねえかな。それぐらいのスペックは持ってるからね。さあ、いけるか。試してみようぜ。レッツゴー!うやー!ゴミ。なんかすげえ合計映ってたぞ、今。このとどめの時期打ったターン決めれなかったらさ、はぐれメタルがこうやって受けるわけだからね。あー、まあ、はぐれメタルがさすがにって感じか。あー、ゴミ。そういうのが一番困るんだよな。はぐれメタルが一番攻撃を受けやすいっていうことになるんで、はぐれメタルは結構普通に食らっちゃうんですよね。このゲームだと。はい。まあ、皆さんの知ってるゲームだと、だいたいはぐれメタルは0か1。まあ、一戦好きとかマジンギで、ま、倒せるみたいな。あ、まあ、これは大丈夫ですけど、あ、カラピやばいな。うわー、こういうのよ。カラピはカフィナレジもやばいからね、ほんとに。どんだけドラゴンオーブスキャンしようが、雷には勝てないですよ。まあ、地獄のデッキスジオスパークは、まあ、暗黒入ってるからまあいいんですけど、ここにデインぶつけると、あんまり経験できてないですよ。ここにデインぶつけたらあまり経験できないのが、一発でわかります。はい。まあ、このパーティーあと火力ないんだよな。火力難なんですって。まあ、多分次が赤目来ると一発でわかるんですけど、おーい。いいんだよ、生放送でもよく外し取ったけど。生放送でも結構経験してたんですけど、火力に困ってる。白目大魔王がレジェンドクエストは多くの場合相手だったんですよ。その分攻撃が強かったからね。だから白目大魔王の HP だったから、このパーティーでも普通に削ることはできた。ただ、赤目大魔王は HP がね、強化されている部分もあって、打撃耐性ついてたり。その関係上削るのがすごく難しいってことになってますね。火力難に悩まされることが多い。まあ、このターンでちょっと削って次のターンで決める感じですね。はい。バルボロスを倒すのに何ターンかかってるんだという話になるんですけど。まあ、このパーティーはね、はぐれメタルが会心出すか出さないかみたいなもんですよ、火力としては。こういうことですね。まあ、バカみたいな回心率はね、伊達じゃないんでね。いやーでもなー、この時点でこれだもんな、赤目削れんのかな。赤目大魔王に関しては、こいつらは戦ってないです。赤目エスターク、赤目ドレムに関してはこいつら戦ってないんですよ。あ、終わる?もしかして。まあ、終わんなくてもって話だから。あ、終わった。バイバイ。赤目怖えなー。いけんのかな、こいつら。行くスペックは持ってんだけどな。それだよ、待ってたよ。赤目キオスを。白目だったら削れますもん、赤目じゃないとね。
さあ問題はこれを削れるかどうか。このね6300、つまり3000削らないといけませんね。おしゃれ着禁止だったおかげでね、最終奥義も持っていませんので、まあ6300という膨大な HP をね削っていく。211。さあこの火力ボーダー乗せれるかが本当に不安ですね。赤身ギオスはいてつく波動の可能性も低いんですよ。まあ、使うターンが少ない。逆を言えば、まあ、高校いてつか打たれることはないですけど、その代わり攻撃力が高い。状態異常を使うとかね、本当に辛いところが多いんで、まあ、そのあたりをどうケアしていくかだと思うな。大丈夫。火力がやばいんだよな。てか、若干大丈夫かな。普通のパティだったら400ぐらい持ってかれてるからね。君たち、あーくー、これでもこれが、赤目がいかに強いか分かる瞬間だね。だってさ、今までの魔王とかさ、なんか2桁に抑えてさ、余裕って言っとったんやで、赤目のギオスがどんだけ強化されたか今のでわかるわ。で、今のは、ちょっと勇気ためすぎだね、バルボロスで。これ5ターンじっくりかけて削っていくしかないかもね。ただその場合、攻撃力高いから削りきれるかな。あと、はぐれメタルが逃げなかった瞬間に、いろいろと全て終わります。打撃耐性ある。で、SP でダメージカードを使ったターンに攻撃を入れれるかどうかも大事。悲しみきたなー、これやばいなー。デンタに行く。デンタなんだ。うわ、デンタでも300食らってんぞ、おい。やば。やばい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 。デンタで300やばくない？ドラゴンオーブつけたデンタで300か。マジか。相当だね。やばいな、本当にやばい、これ。マジか、ドラゴンオーブスケアしてこれだもんな。大魔王の赤目ギオスがいかに恐ろしくかかってる。並大抵のチームだとね、もうこの悲しみで死んでるんですよね、ちなみに。いや、マジか。打撃耐性もあるし、全然削れねえ。全然ボーダー乗せられる気がせんへん。スペシャルカード使った時にハグレメタがヒットアンダーウェイしなかったら、悲しみでドカーンバイバーイっていう可能性あるからね。わりかしそれ濃厚なんだよな。 SP カードを使うのがすごい怖い、このチームって。いやー、会心欲しいなー。一気にねボーダー乗せてほしいもん。確かに5ターン目まで耐えれば、あー、何をやってんの。5体目タイプが削れる可能性はあるんだけど、若干いてつか波動を引かなかったか。やばいな。いやー、870、半分切った。なんか知らんけどカラッペは寝た。カラッペ寝ちゃった。いやー、このパーティーね、マカミギオス、あー、乗せられないんだもん、ボーダーに。このやっぱギオスは強えわ。うん、いや、でも、まあ、いける気がするんだよな。さあ、ちょっとボーダー怪しくなりましたね、この時点で。怪しすぎ。はい、ボーダーがね、もう急に怪しくなりました。もう厳しくなって、なんかもはや何だったら厳しいわ。一番打点出るのがはぐれメタルなんだもん。だって、あ、悲しみ飛んできた。やばい、悲しい、悲しいよ。え、あれ、これなんか先が読めるよ。あれ、なんか先読めるよ。デンタに行くような、賢いよな。え、悲しいな。なんか、悲しいな。で、どうすんの ?200 しかないですけど、SP がもう200追い詰められました。てか、マランテ見せてくれよ、そこは。いやはは、やばいやばい。ワンチャンあるよ。このターンに、天使の断りとかを強引に耐えることができれば終わるかもしんない。さあ、一気にボーダー乗せられるけど、お前らの子供大事だぞ。いくぜ、ガトリンガトくん。絶対無理だ。終わった。はい、終了。はぐれメタルが逃げなかったらダメとあれほど言ってるのに、もうお前は何をしてるんだい。はぐれメタル、お前何してんだ。耐えろ、避けろ。うわ、そんなもんだよね。
やっちゃえオリコンボーン無謀なんだよな。いや、あいつら硬いんだろ。会心の時に全て粉砕すれば欠点あるんですよ、言っちゃえば。大魔王攻略に使ってたんで、その性質上、まあなかったんですけど、この HP なんで、痛恨に弱いです。しかも相手は、力の高い鬼コンボ。つまりこのパーティーはもしかしたら鬼コンボにすら勝てない可能性があります。やってみたいと思います。鬼コンボがもしかしたらね、会心の撃で全て解決してくるかもしれない。痛恨ウルタースタブで全てを解決するかもしれないですからね。言ってしまえばね、はい。ね、この大魔王攻略のパーティーがね、鬼コンボにね、ボコボコにされる可能性もあるやもしれんということですよ。はい。さあ、問題はですね、鬼コンボ遅いんで、はぐらめたりはもうほぼ100先制されると見て間違いないでしょう。鬼コンボコロコロと気持ちよさそうに転がっておりますが、地面を。来た痛恨ウルトラセーブ誰に行くの、せーの、はい、よいしょ、におうわおー、弱クソ雑魚や。痛恨ウルトラセーブ、せーのでよいしょ、あクソ何やねん144とか、鬼コンボの威力か、本当に鬼コンボかよこいつ。コンボなんて捨てて剣持てや、斧持て、剣お剣斧持て、ちゃんと。何やこれは、何やウルトラスタンド、全然ウルトラしてない。頼むから大きい土みたいな技でやってくれ、こういうのは。まあ、言ってしまえばボストロールとか大きい土には弱いよね、このパーティー。ぶっちゃけ言えばね、大魔王攻略には確かに活躍したけど、会心出される始末。ちょっとウルトラスタンプのちょっと意地見してほしいな。もう HP 逆転してるもん。もう HP 逆転しました。2ターンでね、鬼コンボね、生地形態級のゆえにね、こんなことになってしまいました。このままいくとあと2ターンでね、寿命が尽きてしまいます。鬼コンボ意地を見せれるか、ウルトラスタンプの会心率にね、期待しましょう。会心出やすい技だから大丈夫だよ。さあ行け行け、鬼コンボ痛恨ウルトラスタンプ、せーのでよいしょ、論外論外嘘でしょ、痛恨ウルトラスタンプ、せーのよいしょ、265 165うわー、もうダメだろ、鬼コンボ165。なんだったらお前プラキンヒッポに完封されるからね、鬼コンボその性質上プラキンヒッポに完封されるからな。言っちゃえばプラキンヒッポにすら完封されるような存在が勝てるわけないのか。いやでもプラキンヒッポぶっちゃけ言えば合体モンスター全員ぶつむから、うん、基本的にはね、うん、レオコンぐらいはすまないの。だからまあブラキンヒッポを相手にしろのもんか、お前らにとっては。いけ、鬼コンボ、頑張れ、頑張れ。もう鬼コンボ終わるよ。次のターンで終わります。鬼コンボは。おちょっとわかんないね。さあ、鬼コンボ。いまだ相手の地位を、1000以下です。素晴らしい。1000以下にすら削られてません。ウルトラ3分。146。何?まあ、賢いけどね。この見た目に反して、はぐれメタルに行かないのは賢いんだけどね。ウルトラ3分かーさあ、このターンに終わってしまうのが鬼コンボ、甲子園の夢はついえるのか砂持って帰る、ここの洞窟の鬼コンボ、鬼コンボ、もう俺一品でこれ使ってんの、なんで鬼コンボ応援してんだ鬼コンボ頑張ってほしいもん、動画で散々な目にやってんの。おっ、いけ、最後にいじみして、最後にいじみしてくれば、なんかおおってなるじゃん。ウルトラ3分、はい、にゃんいけいけいけ、頑張れ、痛恨ウルトラスタンプ、せーの、よいしょ、ゴミだろこいつ、本当に怪人3か、ねえねえ、鬼コンボって本当に怪人3なんですか。まあ、素早さが遅いからさ、その分さ、配信の確率がさ低くなってんのわかるけど、おい鬼コンボ終わるぞお前、鬼コンボね、暑い夏をありがとう、さようなら、ありがとう甲子園お前何しに来たの